5日ツイッターで投稿した彼女とデートなうに使っていいよわらが9日間で約48万5千いいねを集め話題となった。24日に行われた都議選 PR イベントで東京に住んでいることや自身のツイッターで都議選の投票を済ませたと報告したことで東京都に住民票があることが明らかとなる。7月、映画銀魂が公開。撮影を振り返り神楽を演じたことで自分自身も成長できたという橋本。体当たりで演技に挑んだという橋本の本気やヒロイン役としての魅力は共演した小栗や姿らの言葉からも十分に伺えた。9月、警視庁生き物係がクランクアップ。連続ドラマの初ヒロイン、また本作のムードメーカーとしてスタッフ並びに座長の渡部篤郎に支えていただいたと終始元気いっぱいに感謝の言葉を送った。10月、東京、六本木ヒルズアリーナで開催された第30回東京国際映画祭オープニングセレモニーにて若い世代に映画の魅力を伝えていくアンバサダーとして式典のトップバッターを務めた。